はい、こんにちは、野家です。今回は、ストリートオブタルゴフのプラパーのタスクを全部解説していこうかなと思います。ストリートオブタルゴフのプラパーのタスクは計4つになります。夕方メールと、グロリトゥ CPSU とテストドライブパート2、キングオブザルーフトップスになります。今回はね、この計4つを上から順に紹介していこうと思います。まずはじめに紹介するのは夕方メール。まずはじめに紹介するタスク、夕方メールの建物の場所は角でくくってある場所になります。マップでいう豚アパートになります。で、このタスクはプラパーの手紙を取って脱出するっていうものになります。まずはこの建物入ってください。で、この中に手紙のスポーンルートが自分の知ってる中だと4つほどあって、それを紹介していこうと思います。1個はここ、赤レーザーのところ。1個はここ、この上下のどちらかです。あとこの間、こっちの間にもあります。扉を開けていただいて、このスプーンをすることがあります。これ以外にもスプーン位置があるのかもしれないですけど、今のところこの以外の情報はあまり出ていないので、ここら辺の4箇所を見ていただいて、なければこういう机とかまんべんなく見ていただけたらあるかもしれないので、よかったらいろいろと探していただければなと思います。で、次に紹介するタスクが、グローリートゥ CPSU になります。このタスクは、このマップでいうところの15アパートというところに入る部屋があって、ここに入れば完了するタスクになっています。実際にね、その場所に行ってみたいと思います。で、今回のタスクの場所は、近くの場所になります。ここはレクサスとかじゃ大きめのスーパー、マップでいうと大スーパーですね、と建設の付近にあります。この崩落の穴から行ってください。ここの建物めちゃめちゃ美味しいところなので、まあよかったらね、過去に動画でアサリの ルートとか紹介してるので、よかったら見ていただければなと思います。扉開けていただいて、ここに階段があるので、ここを登りましょう。2階の扉を開けて、ここの部屋に入って、マップから脱出することで成功になります。で、次に紹介するタスクがテストドライブパート2です。このタスクは SR2M ベレスクという金武器を使ってストリートオブタルコフ内でキルを取るというものになっています。この武器カスタムは決まっていて、サプレッサーと KPSR2 リフレクサイト、この2つをカスタムに組み込んでプレイを20球するというものになっております。この武器はプラパーから購入することができます。フリマ版もされていないので、プラパーから購入しなくても、こんな感じで安めで購入することができるので、フリマから買ってもいいのかなと個人的には思います。で、今回使用するカスタムはマズルところですね。ここをサプレッサーに変えていただいて、それと KPSR2 でマガジンは20連30連2つあるので30連をつけていただいて、最後にライト、お気に入りのものを使用していただければなと思います。結構安価で前シーズンから人気使われてるのはこれですね、 X400 だったりディーバルだったりつけるより安くて、性能もそんな変わらないのかなと思うので、使用していただければなと思います。で、次に紹介するタスクはキングオブザ
ルーフトップスになります。まあ、これマジでエリスカなかなか湧かないんで、まあ、できるだけなんですけど、まあ、スポーンエリートスカムのスポーンポジをしっかりと見ていただけた方がいいかなと思います。でエリートスカムのスポーンポジなんですけど、まあ近くで言っておきます。ナスカ、レクサス、あとシアターの上ですね。この3箇所にポップすることがあります。まあ、実際にねこの場所も紹介していければなと思います。でまず初めに紹介するのはマップで言うと中で囲ってあるスナスカというところになります。でここのスナスカはだいたい今 ADS しているここら辺にポップします。まあ、楽に殺したいのであればサイドとかに張り付いていただいてゆっくりとリンして出ていただくと気にされずに殺すことができます。次に紹介するのはレクサス上のスナイパースカブになります。あの機銃の横ら辺、ここら辺にポップすることがあります。まあ、他のプレイヤーがいたりとかしたら動いてることがあるので、まあ、一概には言えないですけど、まあ、この上をまんべんなく見ていただければスナイパースカブを殺すことができるかなと思います。で次に紹介するのが映画館上のエリートスカブです。これは自分自身がちょっと脇が確認できていないので、まあ、後日確認できれば画像等を載せて紹介しようかなと思います。この辺のどこかに湧くらしいです。よかったらこの3箇所回ってスナイパースカブ買っていただければなと思います。